宮崎駿の恋愛観って独特なんですね。2013年にですね、世界一受けたい授業に鈴木敏夫が出た時にですね、ジブリ作品のヒロインは宮崎駿の好みの女性ですかっていうふうにタレントさんに聞かれた。そしたら鈴木敏夫は当たり前ですよ、決まってるじゃないですかというふうに即答してですね、宮崎駿の好みをけなげで一途、自分の言うことを何でも聞いてくれるのが大事というふうに指摘して、宮崎作品のヒロインは男にとって都合のいい女性が多いというふうに語ったんですね。基本的に鈴木敏夫って宮崎駿がやることに関してはかばうんですね、支持するんですよ。ところがですね、この女性感とかですね、初恋の思い出とか恋愛のことに関してはですね、いつも実は鈴木敏夫言い捨てるようにですね、宮崎さんこうなんですよ、こうなんですよというふうに切れ気味で言うと怪しいと僕は思っているんですよね。この鈴木敏夫がですね、世界一受けたい授業という視聴率が高い番組で宮崎駿のこのチブというのかな、この恥ずかしい部分聞かれちゃって大丈夫なのかなと思うんですけども、実は宮崎さんというのはテレビを見ない人なんですね。ネットニュースも見ないと、なのでバレないと。天空の城ラピュタがテレビで放映された時にバルス祭りっていうのが起こるじゃないですか。あのバルス祭りに関して聞かれた時に鈴木さんはですね、世界でただ一人バルス祭りを知らない男がいると、それは誰かというと宮崎駿だと。なんせ宮崎駿はツイッターというものの存在を知らないと、おまけに俺は教えるつもりもないっていうふうに言ってるんですね。この教えるつもりもないという時の鈴木敏夫のですね、バカにしてるんじゃなくて囲ってですね、自分の思い通りにするってほどでもないんでしょうけども、もう本当に自分の中に抱えとこうというこの考え、この辺をですね、押井守はですね、宮崎さんは鈴木さんによってもう本当に生き地獄に落とされたというふうに言ってるんですけどもですね、なんかその囲ってるんですよね。この二人の関係って僕はホモとかエロというわけではなくて、実はかなりエロスな関係だなというふうに思ってるんですけども、誰もですね、鈴木敏夫宮崎駿の BL って書かないんです、書いてくれないんですよね。